一体何があったの？何のことだ？トミーとさ、別れたってことは何かあったんでしょ？意見の不一致ってやつだ。ええ、なるほど。意見って何の？世の中の見方が俺とは違ったんだ。で、彼はファイアフライに入った。あのマーリーンのやつがそそろかした。しばらくは夢中だったが、結局はやめた。あいつらしいがな。最後はどうやって別れたの？確かこう言われたっけな。お前の面なんて二度と見たくない。助けてくれるの？それはつけばわかる。ま、助けがなくてもなんとかする。とにかく行こう。うわ、何なの？あれは水力発電所だ。水、なんだっけ？川の流れを使って電気を作る施設だ。どういう仕組み？仕組みは知らないが、そういうことだ。なるほど。どうやって渡る？開いた。半分だけか。あっちも上がれば渡れるね。よし、ここに。分かってる。こいつに乗ればいいんでしょ。回してくれ。気をつけて渡って。分かってる。チームワーク。わあ、お腹減った。ああ、俺もだ。次にリストを見たら絶対撃つ。まずはここを抜ける。次に食い物だ。私が餓死したらジョエルのせいね。中に入る？ああ、他に道はない。中を通っていこう。
このまま動くんじゃないよ。あんたは銃を下ろしな。エリー、言う通りにしろ。わかった。道に迷ったの？人がいるとは思わなかった。向こう側に行きたいだけなんだ。どこまで？銃を下ろせ。知り合いなの？男はな。俺の兄貴だよ、トミ。マジかよ。元気にしてたのか。驚いた。だって兄貴ずいぶん老けやがって。お前もいずれこうなる。マリアだ。礼儀正しくしとけよ。ここのリーダーだ。どうもな。先は撃たないでくれて。いいえ、当然よ。義理の兄を撃つなんて。押し切られちまったわけだ。あなたエリね。そう。なんでここへ？ああ、そのいろいろあって。中で話そう。ええ。お腹は？ペコペコ。大丈夫、仲間よ。用心してるのよ。盗賊がよく来るから。ここ何日かは静かだ。ここで何してるんだ？ジャクソンにいたんじゃないのか？発電所を直そうとしてるんだ。前は動いてたの。でもタービンが行かれちゃって。電気が使えるんだぜ。使えたが、やってみる価値はある。嘘でしょ。馬を飼ってるの？たくさんいるぞ。おい、トミー、手伝ってくれ。悪い、すぐ戻る。いい？もちろんよ。耳を撫でてあげて。乗ったことは？実はあるの。いつの話だ？隠れ地域でウィンストンっていう兵士が教えてくれたんだ。よかったら後で乗ってみる？うん、乗りたい。よし。ありがとうよ。いいって。よし、ツアーの続きだ。R？ まだいたの？もう交代の時間じゃない？ハウザーたちが戻ってくるのを待ってるんだよ。ああ、もう行って。家族が待ってるでしょ。あとちょっとだし、頑張るよ。わかった。無理しないでね。マリア。どうぞ。制御室だ。タービンを起動させるぞ。こっち来れるか？ああ、お願いできる。俺の番だしな。行くよ。俺も行こう。マリアと一緒に食べてこい。ジョエル。行くわよ。二人にしてあげましょう。トミーがそっちに向かうわ。さ。タービンを動かそうとしてるんだ。もう6回目だ。来て1週間だが長く感じるよ。そうだ、渡すもんがある。去年テキサスの家に行ってみたんだが、何も残ってなかった。だけど、これ。ちょっと色あせてるが綺麗だろ。いや、いい。本当に？だったら本当にいいんだ。わかった。じゃあ預かっとくよ。トミー、話がしたい。二人で。ああ、いいぜ。仲間の様子を見てからな。こっちだ。
俺たちの町も見てってくれないか。もう20世帯もいるんだ。マリアと親父さんが自給自足の村として始めた。野菜と家畜を育てて、こんな生活もできないと思ってたよな。ここならできる。町の防衛は大人が交代で見張ってる。発電所が直れば電気柵も使えるしな。感染者もやってくるんだよな。もちろんだ。どこでもそうだろ。言い切れるのか。マリーンみたいだぞ。よしよし。バックリだ。番犬にはならないが、楽しいやつだよ。いい子だ。発電所を復活させる天才たちだ。今回はいけるぜ。信じないか。そうは言ってない。100万ドルかけてもいいぜ。よし、200万だ。もうちょっとで終わる。あとはシールドを戻すだけだ。オッケー。左だ、気をつけろ。よし、いいぞ。ゆっくりだ。よし、いいぞ。タミーが来た。いけるか。あと、もう、ちょっと。よし、いいか。いいぞ、行け。行くぞ。おい、よっしゃ。おい、やったな。みんなよかった。誰かマリアに連絡して知らせてやる。見たか。これすごいな。200万ドル損したな。よし、兄貴、話をしよう。大した仲間たちだな。いい奴らさ。この町でチャンスをもらった。ここならやり直せるんだ。なんでボストンを出た。やむを得ない事情があってな。あの子に関係があるのか。あの子が全ての原因だ。あの子が何だって言うんだ。免疫を持ってる。免疫だと。本当だ。何人もが死ぬほどの器具を吸い込んだってびくともしない。俺も信じなかったが、証明できる。そうか。だとしたらなぜここに来た。ファイアフライに引き渡したい。お前の仲間だろ。無事に届ければ報酬も出る。やつらとはもう何年も会ってない。アジトは分かるだろう。簡単な仕事だ。必要なものさえもらえば俺はここを出ていく。なんで兄貴のために俺が。俺のためじゃない。お前たちの大義のためなんだぞ。俺には家族がいる。そんな簡単には引き受けられない。それならマリアに頼むといい。仲間に言ってもらえるだろう。仲間にも家族がいる。重要なことなんだ。必要なものは渡そう。あの子は兄貴が届けてくれ。恩を忘れたのか。恩だって。何年お前の面倒を見てきたか。あれで面倒を見ただと。未だに夢でうなされてるんだぞ。おかげで生き残れただろう。後悔してる。人類を救う方法になるかもしれないんだぞ。ガキみたいなことを言うな。あの頃とは違う。殴るなら今度は兄貴も痛い目に遭うぞ。あれはなんだ。襲撃だ。殺し方を覚えてるな。盗賊だ。戦え。奴らを建物に入れるな。
始動するぞ。複雑閉じ込められた。すぐ助けに行く。待ってろ。来たわ。隠れて。マリ。無事だったか。ええ、大丈夫。ジョエル、すごいよ。あちこちから襲ってきた。そしたらマリアが走ってって。それでテーブルを飛び越えたら、あの大男が銃を持って。いいからまず落ち着くんだ。聞け。エリ、怪我は？ないよ。なあマリア、話すことがあるんだ。ダメ、絶対ダメ。他の人を見つけるよ言って。このまま放ってはおけない。今日何人の仲間が死んだか分かってる？何があったの？原因は私？後で話す。研究所の場所聞いた？だから後で話す。後で。そう。一度でもあなたがヘマしたらそれだけで私も未亡人の仲間入りなのよ。俺はやるよ。やらなきゃいけないんだ。もういい。マリア、マリア、来た来た。あんた覚えときなさい。トミーに何か起こったらあんたのせいだからね。感謝はしてるんだ。分かってるさ。
俺があの子をファイアフライに届ける。心配しないでくれ。助かるよ。人類のためだからな。エリーと話したい。え、なんだって。兄貴。なんだ。エリーが馬を盗んで逃げたらしい。クソ、どっちだ。おい、ここから馬で出て行った。中へ戻って後始末をしておいてくれ。ああ、気をつけて。そこ、足跡がある。ああ、行くぞ。遠くには行ってない。大丈夫、見つかる。あのガキめ、いつもこうなのか。いや違う、わけがわからん。くそ、こっちじゃないようだな。足跡だ。森に入っていったな。行こう。エリー、何のつもりだ。おい、足跡だ。多すぎてわからん。気をつけろ。全部だ。さあ、馬へ戻ろう。
さあ、行け。足跡はついてる。捕まってないといいが。馬がいる。エリーはそこだな。行くぞ。盗賊はいないな。気をつけろ。エリー。昔は平和だったね。男の子に映画、あとはファッションの悩みぐらいだ。バカみたい。行くぞ、急げ。ほら、嫌だって言ったら。お前は貴重な存在なんだぞ。ああ、勝手に逃げ出して死んでたかもしれないだろう。バカなことはするな。私だってあんたにがっかりした。お互い様。何が気に入らないんだ。ずっと私を誰かに押し付けたかったんでしょう。トミーの方がキリに詳しいから。そんなの嘘。悪かったな。だがあいつは俺よりも信用できるんだ。ごまかさないでよ。何を怖がってるの。私がサムみたいになるって。私は感染しない。迷惑はかけない。何度も危ない目に遭ったろう。でもちゃんと切り抜けてきたじゃない。トミーといればお前はもっと安全でいられる。あの子とは違うよ。何？サラのことマリアに聞いたんだ。エリー、その話だけはするんじゃない。気分を悪くしたなら謝る。でも私だってなくした。お前はまだ本当の悲しみってものを味わっていない。私の大事な人は全員私を置いてったか死んだの。全員ね。あんた以外は。他の人といた方が安全なんて嘘。置いていかれたらもっと不安になるの。そうだな。お前は娘じゃないし、俺はお前の父親じゃない。だから別の道を行くんだ。やばいぞ、誰か来た。二人入ってくるぞ。家の中にもいる。
われてる。広がれ。なんてこった。またやられた。下がるんだ。おいだ。そうだ。よし、もう安全だ。馬のところへ戻ろう。出てこい。手伝うか。いい。見てくれよ。今夜子供たちは映画だ。研究所はどこにある？だいぶ遠い。東コロラド大学だ。ビッグホーンズ。エリー、馬降りろ。トミーに返せ。お前がよければこいつに二人で乗ろう。どうした？何度も言わせるな。どうしたんだ？お前の嫁さんが怖い。追っかけられたくないからな。馬を取ってごめんなさい。せめて町に戻ってもう一度話そう。いや、もう決めちまったことだ。東コロラド大学か。で、研究所は？科学塔にあるでかい鏡みたいな建物だ。嫁さんを大切にな。歓迎するぞ。いいのか？どうする？行こう。それじゃあお別れだ。